Wii バーチャルコンソール Nintendo 3DS バーチャルコンソール Wii U バーチャルコンソールバーチャルコンソールは任天堂のゲーム機において行われているかつて発売されていた一部のコンピューターゲームやかつて設置されていた一部のアーケードゲームをダウンロードし遊ぶことができるサービスである。通称 VC。バーチャルコンソールのソフトはすべてデジタル配信となっているため、購入するにはインターネット接続環境が必要である。対象となるハードは、Nintendo 3DS と Wii U。過去には Wii でも配信されていた。Nintendo Switch では2021年3月時点で、バーチャルコンソールの配信は行われておらず、代わりに、有料オンラインサービスのファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online、スーパーファミコン Nintendo Switch Online が提供されている。任天堂のゲーム機はハードウェア面において基本的に1世代前の機種との互換性しか持ち合わせていないため、ソフトウェアを用いて仮想的にゲーム機を再現して動作させている。現在バーチャルコンソールでは以下のゲーム機のソフトが配信されている。配信されているソフトの種類はハードによって異なる。Wii では Wii ショッピングチャンネル、3DS 及び Wii U では Nintendo e ショップで配信されている。ファミリーコンピュータ用ソフトなどは複数のハードにまたがって配信されているが、同一タイトルであっても配信ハードが異なると別ソフトの扱いになる。セーブデータは元より購入履歴も共有することはできないため、それぞれのハードで同一タイトルをプレイするためには、すべて別個に購入する必要がある。ただし、Wii U の場合は本体に Wii 版バーチャルコンソールソフトの購入履歴があれば、同一タイトルの Wii U 版バーチャルコンソールソフトを優待価格で購入することができる。メガドライブ、マスターシステム、ゲームギア、PC エンジン用ソフトの配信については、それぞれのハードに深く関わったメーカーである。セガ並びにハドソンとの提携により実現した。MSX については、多くの MSX ゲームをネット上で配信するプロジェクトエッグやアイレボを行っている D4 エンタープライズが参入を表明したことにより可能となっている。ネオジオについては、かつてネオジオを販売し、その後倒産してしまった会社、SNK の版権を受け継いだ。SNK プレイモアが参入したことにより可能となった。ゲームボーイアドバンス用ソフトは M2 が開発を行っており、当時の取扱説明書を電子化した復刻版をプレイ中に閲覧できる。ソフトはインターネットを利用したダウンロード、販売形式となっている。そのため、ロムカセットの形態で販売される中古ソフトのように、売り切れの心配がなく、いつでも購入できる。主に旧ハードでヒットした作品、評価された作品、ハードにとって歴史的な作品を中心に、中には後年に至るまで長年の間、日の目を見なかったマイナーゲームや、現在においてもクソゲーと呼ばれるようなカルト的人気を誇るもの、海外でしか発売されなかったもの、逆に日本でしか発売されなかったものが、海外にも配信されているものまで幅広く配信されている。その反面、版権や肖像権などの理由により、配信がほぼ不可能とされるソフトが数多く存在し、ドラゴンクエストシリーズや実況パワフルプロ野球シリーズのようにメジャーであっても配信されていないソフトもある。また、レア社など、かつてのセカンドパーティーであったゲームも他の会社に移籍したことによるライセンスの問題であまり配信されていないケースもある。基本的にソフトウェアはすべて有償である。2020年現在までに無償で随時一般配信されているソフトはないが、Wii のインターネットチャンネルの無償化に伴うファミリーコンピュータ用ソフトプレゼントや手助けポイントキャンペーン、3DS のアンバサダープログラム、Nintendoネットワーク ID 登録感謝キャンペーンなど、一部のユーザーのみを対象に、無償で提供された例や、脳を鍛える大人の DS トレーニングのように一定期間無償で先行配信された例はある。後述の通り、3DS と Wii U には、丸ごとバックアップ機能が搭載されていることにより、結果としてすべてのソフトの難易度が大幅に下がっている。日本国内でバーチャルコンソールで配信されているタイトルについては以下の各項目を参照。日本国外については以下のリンクを参照。旧ハードのゲームには本来ゲームのキャラクターではない漫画、アニメ、特撮、映画などのキャラクターを起用したキャラクターゲームや実在の著名人を起用したタレントゲームも多数含まれているが、発売から10年以上経過したことで版元の事情やライセンスの方針が大きく変わり、タレントゲームにおいては肖像権の問題で許諾を得るのが難しくなっているため、あまり多く配信されていない。2020年時点で日本国内において配信されたキャラクターゲーム、タレントゲームは以下の通り。著作権、肖像権が元から制作元に属す作品もあるが、中には新たに版権元や著名人本人により許諾を得て配信されている作品もある。バーチャルコンソールのソフトは前述の通り、ハードウェアのエミュレーションにより、対象のハードウェアの動作を忠実に再現したものであり、本体のシステムに影響を及ぼしたり、プレイに支障をきたすような大きなバグを除き、実機で可能だった裏技やバグも再現できる場合が多い。移植ではないため、すでにリメイクなどが行われていても、再現の対象と同じ動作になる反面、エミュレーションの精度によって音飛びなど、本来の実機とは異なる動作になるソフトウェアも存在する。特に入力遅延は1フレーム数フレームほど必ず発生する。また、日本地域のバーチャルコンソールには、悪魔城伝説などのようなファミコンでしか使用できなかったミキサーによる拡張音源の出力にも対応しているが、実機とは異なり拡張音源側の音量が若干大きかったりする場合などがある。なお、様々な事情により、以下のように動作や表記が変更されたソフトが存在する。バーチャルコンソールでダウンロードできるソフトは、ゲームボーイ用ソフトとゲームボーイアドバンス用ソフト、Nintendo DS 用ソフトの一部を除いていずれも、セロ発足前に発売されたソフトであるが、配信時に全てのソフトが改めて審査を受けている。その他のソフトはすべてセロ A となっており、2021年現在、セロ Z やセロ教育データベース区分のソフトは配信されていない。Wii 版バーチャルコンソールのロゴ、最初にバーチャルコンソールが始まった Wii では、本体発売と同時にサービスを開始。その後、2007年9月18日より、ネオジオ用ソフトが、2008年2月26日より、マスターシステム用ソフトが2008年5月27日より、MSX 用ソフトが2009年3月26日より、アーケードゲームが新たにラインナップに加わった。2007年10月10日に開催された任天堂カンファレス2007秋において、全世界での総ダウンロード数が780万に達していると発表された。新しいソフトは1ヶ月に数回程度追加され、基本的に新しいソフトは一部例外を除き火曜日に配信された。同様に配信予定日も一部の例外を除き、基本的に金曜日に発表され、そのうち新しいソフトはその月の最終週の金曜日に発表された。2019年1月31日をもって Wii ショッピングチャンネルがサービス終了。これにより、現在はすでに Wii 版バーチャルコンソール用ソフトの新規購入はできなくなっている。また、購入に必要な Wii ポイントのチャージは、これに先駆けて2018年3月27日より不可能になった。Wii U 本体でも Wii メニューを選ぶことで Wii のバーチャルコンソールがプレイ可能であるが、操作は Wii リモコン及び拡張コントローラに限定される。大乱闘スマッシュブラザーズ X には時間制限付きの体験版として一部のソフトが収録されている。任天堂の据え置きゲーム機でゲームソフトを配信するというシステムは過去にもスーパーファミコンの周辺機器であるサテラビューがあった。任天堂64用のソフトの中には振動パック対応、コントローラパック対応、64GB パック対応の表示が含まれている場合があるが、いずれも対応していない。マリオストーリーなど、一部の任天堂64用のソフトの中には、ホームメニューを起動して閉じると読み込みが起こるソフトがある。スーパーファミコン、メガドライブ、PC エンジン用ソフトには5人プレイ可能な作品もあるが、Wii リモコンは4つまでしか接続できないため、不足分は別途ゲームキューブ用コントローラーが必要になる。なお、Wii U には GC 用コントローラーの差し込み口がないため、ゲームパッドと Wii リモコン4つで5人プレイをすることになる。PC エンジン CD-ROM にソフトの一部はメモリーの制限により移植が難しく、日本ファルコムは Ease4 の配信が困難であることを Twitter で発言している。データレコーダー、バックアップユニット対応ソフトは周辺機器を用いることなく Wii 本体にデータ保存が可能となっている。MSX 用ソフトのすべては USB キーボードに対応しており、キーボードでゲームを遊ぶことができる。画面の解像度は Wii 本体設定のプログレッシブ内の設定によって異なる。ただし、ネオジオのタイトルはプログレッシブ方式による出力に対応していないため、インターレースに設定されている場合を参照。Wii のバーチャルコンソールの有料ソフト購入の支払いには Wii ポイントを使用した。一度購入手続きを行いダウンロードしたソフトは、削除しても無料で再ダウンロードすることができる。ダウンロードしたソフトは Wii 本体内蔵フラッシュメモリもしくは SD メモリーカード SDHC メモリーカードに保存する。Wii 本体内蔵フラッシュメモリに保存した場合は Wii メニュー SD メモリーカード SDHC メモリーカードに保存した場合は SD カードメニューから起動する。なお、SD メモリーカード SDHC メモリーカードに保存したソフトを他の Wii 本体で使用することはできない。Wii 本体にゲームキューブ用メモリーカードを差し込むことはできるが、バーチャルコンソールソフトのデータ保存はできない。購入したソフト及び Wii ショッピングチャンネルのアカウントは故障した本体の修理、交換対応の場合を除き、他の Wii 本体に移行させることはできない。Wii から Wii U への引っ越しによる移行は可能だが、Wii U から Wii への移行はできない。使用するコントローラは、各プラットフォームごとに対応、非対応が異なるが使用可能である。いずれもオリジナルのコントローラとは、形状が異なるため、当時の操作性が完全に再現されているわけではないが、2008年にスーパーファミコンコントローラの復刻版が、クラブニンテンドーの景品として配布されたほか、エクサーからは、ネオジオコントローラーの復刻版が発売されている。復刻コントローラーを参照。バーチャルコンソールアーケードでは新たにヌンチャクにも対応したほか、ポインティングや傾き感知といった Wii リモコン及び、ヌンチャクの機能を用いて、アーケード版に近い操作に対応したソフトもある。コントローラ対応表、記号判例、ボタン対応表、MSX とバーチャルコンソールアーケードのソフトは、各々のソフトにより異なる。数は一例であり、各々のソフトにより若干異なる。数のボタン配置は、ニアゲフドと同一である。ゲームキューブコントローラ使用時、ネオジオ筐体と似たような配置になるので注意。連射ボタンはそのボタンを押しながら、2ボタンか1ボタンのボタンを押すと、押したボタンが連射するようになる。もう一度同じ方法でやると元に戻る。プレイ中に Wii リモコンのホームボタンを押し、メニューから説明書を選択することで、画面上でそのソフトの取扱説明書を確認できる。なお、ファミコンスーパーファミコンニンテンドー64の配信済み及び配信開始間近のタイトルについては、ニンテンドー Wii 紹介サイトのバーチャルコンソールタイトルラインナップからいける。紹介ページでゲーム説明や操作方法を見ることができる。同様に PC エンジンのタイトルはハドソンの特設サイトマスターシステムとメガドライブのタイトルはセガの特設サイトネオジオのタイトルは SNK プレイモアの特設サイトでゲーム紹介、説明を見ることができる。一方、バーチャルコンソールアーケードについては各自のメーカーの特設サイトを設けているが、テクモは紹介ページを設けており、セガはマスターシステムとメガドライブ配信タイトルの特設サイトで一括して紹介している。バンダイナムコゲームスは、スクリーンショットと YouTube のバンダイナムコゲームスチャンネルの該当タイトルの動画へのリンクに止められていたが、2009年11月以降、配信開始のゲームについては個別の紹介ページが設置されるようになり、2020年現在全配信タイトルに設置されている。プレイ中に Wii リモコンのホームボタンを押し、メニューから Wii メニューに戻るを選択すると、バーチャルコンソールのゲームを終了して Wii メニュー画面に戻るが、この際にプレイ中の状況が保存され、次回そのソフトを起動した時には中断した時点から再スタートすることができる。バッテリーバックアップによるセーブ機能がないソフトやパスワード機能がある初期、ファミコンソフトなど長時間プレイしても電源を切ると最初からやり直しになるゲームも、この中断機能によって続きからプレイできるようになる。ただし、ファイアーエムブレム同様、中断データは各ゲームにつき一つだけ保持可能で、かつ次回起動時には必ず中断した状態から再スタートし、読み込まれた時点でデータは削除されるため、いわゆるセーブデータのように任意の状態から再スタートすることはできない。中断機能を使用した後の起動時には、ゲームタイトル画面以外の場面で復帰されることとなる。旧来のゲーム機のイメージからは違和感のある、このような状況を回避するためには、次のいずれかの方法を用いる必要がある。中断データによる再スタート時は、ホームボタンメニューが開かれた状態でゲーム再開されるが、ゲーム自体のポーズと比べて解除が遅く、ゲーム本編に戻るタイミングがわかりづらいため、再開直後のミスを防ぐためには、中断前にあらかじめゲーム内でポーズをかけておくなど、ユーザー側での対策を取る必要がある。なお、Nintendo 64ネオジオ、一部、バーチャルコンソールアーケードのソフトは中断機能に対応していないため、再開時の挙動は、実機での電源投入時と同じである。日本国内合計32社、日本国外合計2社が参入した。日本国内制作会社日本国外制作会社Nintendo 3DS 版バーチャルコンソールのロゴ2010年9月29日に開催された Nintendo カンファレス2010で Nintendo 3DS でもバーチャルコンソールが提供されることが明らかになり、2011年6月7日よりサービスを開始。同年12月22日よりファミリーコンピュータ用ソフト2012年3月24日よりゲームギア用ソフト2013年12月25日より PC エンジン用ソフト2016年3月4日よりスーパーファミコン用ソフトもラインナップに加わった。この他にもアンバサダープログラムの対象者にはゲームボーイアドバンス用ソフトも無償配信されたが、今後 3DS 用ソフトとして一般配信する予定はないとされている。オリジナル版に近い解像度と残像を再現したモードやプレイしている状況を丸ごとセーブして何度でも再開できる丸ごとバックアップの機能がある。ゲームボーイカラー用ソフトの通信機能はポケットモンスター赤、緑、青、ピカチュウ、ポケットモンスター金、銀、クリスタルを除いて非対応。ファミリーコンピュータ用ソフトはアイスクライマーの正式版よりダウンロードプレイによる通信対戦に対応した。二人交代プレイのゲームは1台の 3DS で 1P2P をコントローラ切り替え機能で操作する仕様になっている。ゲームギア用ソフトはコラムスよりローカルプレイによる通信対戦に対応した。ゲームボーイ用ソフトはすべてモノクロ画面、あるいは初代ゲームボーイ特有の液晶を再現した黄緑色の画面のみの表示となっており、スーパーゲームボーイやゲームボーイカラーゲームボーイアドバンスでプレイした際のカラー表示及び色の割り当てはできない。また、ポケットプリントなどの周辺機器を用いた機能にも対応していない。3DS のバーチャルコンソールソフトは1ヶ月に数回程度で追加されており、主に水曜日に追加されていた。また、Wii 版バーチャルコンソールとは違い、新しいソフトと配信予定日は、基本的に水曜日に発表されるが、一部例外もある。ホーム画面では、ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームギア、ブラウン管テレビとファミコン、ディスクシステム本体、PC エンジンなどが表示される。3DS のバーチャルコンソールの有料ソフト購入の支払いには、Nintendo Prepaid を使用する。Wii と同様に一度購入手続きを行いダウンロードしたソフトは、削除しても無料で再ダウンロードすることができる。ただし、ダウンロードしたソフトを引っ越し機能で別の 3DS シリーズ本体に引っ越した場合は、Nintendo ネットワーク ID 及び購入権利も引っ越し先に引き継ぐため、引っ越し元の 3DS シリーズ本体は初期化され、その本体でソフトを再ダウンロードする場合は買い直す必要がある。3DS 本体にはバーチャルコンソール用の保存メモリが用意されていないため、ダウンロードしたソフトは SD メモリーカード SDHC メモリーカードに保存される。なお、SD メモリーカード SDHC メモリーカードに保存したソフトを他の 3DS 本体で使用することはできないが、引っ越し機能で購入権利を別の 3DS 本体に引っ越しをすれば、引っ越した先の 3DS 本体でそのまま使用することができる。選んでいるソフトの下画面に表示されている説明書を選択することで、そのソフトの取扱説明書を確認できる。また、プレイ中にホームボタンを押して一時中断しても確認できる。なお、Nintendoハードの配信済みのタイトルについては、任天堂の 3DS の任天堂 e ショップのバーチャルコンソールにある紹介ページでゲーム説明や操作方法を見ることができる。閲覧は PDF 閲覧機能のあるアプリケーションがあればパソコン、携帯情報端末で可能だが 3DS のインターネットブラウザーには PDF 閲覧アプリケーションがないためブラウザー上からは見られない。3DS の中断機能は Wii と同じ機能に加え、プレイしている状況を丸ごとセーブして何度でも再開できる丸ごとバックアップの2つが用意されている。それぞれの中断機能は以下の通りとなる。発売当時の雰囲気で遊ぶことができる機能などが用意されており、以下の通りとなる。2020年4月現在、日本国内合計23社。日本国内制作会社。Wii U 版バーチャルコンソールのロゴ2013年4月27日より Wii U 版バーチャルコンソールがサービス開始。同年12月25日より PC エンジン用ソフトと MSX 用ソフトが2014年4月3日にゲームボーイアドバンス用ソフトが2015年4月2日に Nintendo 64用ソフトと Nintendo DS 用ソフトがそれぞれラインナップに加わった。3DS にあった丸ごとバックアップ機能が搭載されているほか、各ソフトごとにボタン割り当ての設定ができるようになった。Wii U ゲームパッドにはテレビ画面と同じ映像が出力されるため、ゲームパッドのみでプレイすることも可能。マバースでは通常の Wii U 用ソフトと同様にソフトごとにコミュニティが用意されていたが、アトラスとスクウェア・エニックスのソフトはスクリーンショットを貼ることができなかった。ゲームボーイアドバンス用ソフトと Nintendo DS 用ソフトは通信機能には非対応となっている。なお、2015年より一部の Wii 用ソフトのダウンロード版が Wii U でリリースされているが、こちらはバーチャルコンソールではなく Wii U ダウンロードソフトとして扱われている。Wii U のバーチャルコンソールの有料ソフト購入の支払いにはNintendo Prepaid を使用する。ソフトの価格は機種ごとにおおむね固定されているが、ソフトによっては若干上下することもある。バーチャルコンソールは、元のソフトとエミュレータ環境のセットが一つのソフトウェアとなっているため、Wii 版バーチャルコンソールソフトと Wii U 版バーチャルコンソールソフトでは、同一タイトルであっても別ソフト扱いとなる。ただし、Wii からソフトとデータの引っ越しをしている場合、及び Wii U 本体の Wii メニューから Wii ショッピングチャンネルで Wii 版バーチャルコンソールソフトを直接購入済みの場合、同一タイトルの Wii U 版バーチャルコンソールソフトを優待価格で購入可能。Nintendo 64のソフトは、オリジナルが 240p 描画であったものでも 480p で描画される。ダウンロードしたソフトは、Wii U 本体内蔵フラッシュメモリもしくは USB、記録メディアに保存する。使用するコントローラは、各プラットフォームごとに対応、非対応が異なるが、使用可能である。コントローラ対応表、記号判例、2020年現在、日本国内合計20社。日本国内制作会社2013年1月24日より、ファミコン生誕30周年記念 Wii U バーチャルコンソール体験キャンペーンとして、以下のソフトが30日間限定、特別価格で配信された。キャンペーン初期のラインナップは正式サービス開始前の先行配信であったが、前述の機能も実装済み。マザー2以前の3本は先行配信終了後、サービス正式開始に合わせて通常価格で配信再開された。夢の泉の物語以降の4本は限定期間終了後通常価格に切り替わった。他社サービス。ありがとうございます。